ロマン・ジュヌボワは、ハイチ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ハイチ代表、ハイチのレステルに生まれた。3歳の時に養育困難の理由で、生みの親の元を離れた。その後弟と共に、このいなかった、フランス人に引き取られ、1991年2月5日に、トフツ・モンスニで育った。FC グーニョンの下部組織で育ち、2006から07。 シーズンにトップチームデビュー。2009年にはリーグズノトゥール FC に移籍。2012年にアグックニースに移籍。2015から16シーズンにはリーグアンで4位となり UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。しかし彼は SM カーンに移籍し、ニースでヨーロッパリーグへの出場を果たすことはなかった。 2008年2月のベネズエラ代表との親善試合で、ハイチ代表初出場を飾った。この試合は 2010FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海二次予選のオランダ両アンティル代表戦の前哨戦であった。2013年、ニースイコールマ男子のインタビューに応じた、彼は、自らを、ハイチ人ではない、完全に、フランス人だと述べた。 二重国籍を保持する書類に署名したことは一切なくハイチ国籍を有していないと論拠を示した。ベネズエラ代表との親善試合の招集には応じたが、これは公式にハイチ代表としてカウントされるものではないと述べた。ハイチ代表で過ごした一週間は良い思い出であったが、組織はこれを問題視した。フロリダの空港には朝到着し、夜になって合流した時には誰が 代表監督なのかも知らなかったという。この悪い第一印象が彼をフランスでプロ生活の続行を模索させるきっかけとなったという。後に代表の人間から配置代表に再加入する打診を受けたがコンディションの難しさを理由にハイチ行きを拒否した。パトリス・ヌブーが監督になった後の2016年に彼は配置代表を受け入れた。これに際して 彼の考えは昔と変わっており、自分の生まれた国のために、プレーできるのは幸いなことだと述べた。また彼は、とても良い経験、とても良い大会と述べたコパアメリカにエントリーしたことで、ハイチのサッカーも捨てたものではないと述べた。コパアメリカセンテナリオに臨む23人の一人に、選抜された。既婚で息子と娘が一人ずついる。また彼と彼の親はハイチに寄付を行っている。 ありがとうございます。